いかがですか？今まで僕が多分ベンチなんか入ってなくて、まだ勝利で、まずファミリアを歌ったことなかったので、本当に率直にほっとしていることと、本当に、まあ、サポーターの皆さんに勝利するをお届けできて、本当に嬉しく思います。まあ、前半に先制されて、しかもまあ、いわゆるこうワンチャンスというか、もうやられるとしたらこれしかないっていうパターンでやられてしまった時はどんな心境でした？まあ、本当にこれがサッカーなのかなって思いましたし、まあ、今までのリーグ戦の相手と比べてるやっぱり実力的にも劣る相手でしたけど、やっぱり学生らしく、まあ、僕らも前まで学生だったので、本当にアグレッシブに、本当にその一点にかけてきたなっていう思いがあったので、まあ、驚きはしたんですけど、本当にこっからだなっていう気持ちの方が強くなりました。相手がやっぱリードして、引いてくる中で、どういうふうに打開しようっていうイメージ持ってましたか？まあ、前半から僕のところに結構2人結構来てて、前半からどう剥がそうかなと思ったんですけど、まあ思ったより、プレッシャーはあんまかけてこなかったというか、まあ人数だけいるっていう形だったので、まあ拓夢くんだったり、まあジュニーとかアキラくんも使いながら、まあ自分のドリブルじゃなくて、本当に今日は連携で崩そうというふうに考えてたので、まあそれが本当に得点の形にもよく出たのかなと思います。あのゴールシーンは、まあ、藤沼選手に当てて、まあ、ペナルティーエリア内に侵入していくっていうね、何度も多分この試合で見せてた形だと思うんですけども、改めて振り返っていただけます。本当に、まあ、最初のファーストタッチで決まったのかなと思ってて、ファーストタッチで、まあ、いつも戸田さんが言ってるように、まあ、ファーストタッチ相手に向かうことができたことと、本当に拓夢君が素晴らしい落としをしてくれて、まあ、そこも最初のファーストタッチで決まって、本当にシュートは流すだけだったので、本当にいつもやってること、いつも努力していることが出ててよかったなと思います。SC 相模原が、まあ、2008年にクラブができてから通算1000ゴール目、若林選手が決めました。これ試合前から意識はしてたんですか？まあ、あんまり意識してなかったっていう方が強くて、本当に今日は、まあ、走る、戦うっていうところをすごく意識してて、本当にセカンドボールのところだったり、まあ、そこの結果がもし1000ゴールになればいいかなと思ってたんですけど、まあ、最初から1000ゴールを目がけてやっていったというわけじゃなくて、本当に勝利したかった、その一心がまあゴールにつながったかなと思います。まあ、1000ゴール、ね、まあ、いろんな人の積み重ねの中の結果1000点目ってなりましたけど、自分のある意味名前が刻まれたってことについてはいかがですか？本当にこういう名前が刻まれるっていうことは本当に初めてですし、まあ、今までそんなことは多分なかったと思うので、まだ達成感っていうかないんですけど、まあ、これから少しずつ出てくるのかなと思うんですけど、まあ、率直に嬉しいです。まあ、その後、ね、安藤翼選手のゴールで逆転して、まあ、そのまま逃げ切りました。でもやっぱりこう苦しいこの120分間という感想ですかね。本当に課題ばかりというか、まあ、リーグ戦もそうですけど、なかなか勝ててない状況の中で、本当に勝利することへの難しさを、まあ、相模原に来てからすごい痛感しますし、本当に多分全員がどうやったら勝利できるのかっていうのを、本当に意識の質だったり、努力の質にこだわって今みんなやってると思うんで、まあ、本当にそこが最後を結びついて、まあ、これからリーグ戦につなげられていければなと思います。ファミリアでは、ちょっと前に出て、松澤選手のなんかゆりかごっぽい感じのことをやってましたけど。本当に、法政の時からお世話になってる先輩で、本当にアキラ君の第一子が誕生したということで、本当に勝たせてあげたかったですし、まあ多分アキラ君自身、すごいゴール決めたかったと思うんですけど、それは多分押しこらえてああいうことをやってるかと思うので、本当に自分も本当に大好きな先輩なので、それに応えた感じです。この前はね、ゴール決めた後、W ポーズそをうですね、ね、やっていただけたので、まあ、自分も少し恩返しという意味でやりました。次、J1 の北海道コンサドーレ札幌戦、この試合に向けては、今の時点でどんなふうに臨みまあ、た僕いとた思いますか？ちはいつもチャレンジャーなんですけど、本当のチャレンジャーになるというか、自分たちが今どこにいて、どこの立場でサッカーをやっているのかって、本当に再確認するところでもあるので、本当に、まあ、多田さんがいつも言ってる気概を持って、挑んでいきたいなと思います。ありがとうございます。